やっぱこのマーク、海洋型よね。ダンバルいるだけだから特にここは用ないか。さっきのあの地面に広がったマグマをどうにかしたいんだよね、多分。あれってどうやんだっけ？ドンメルは関係ないか。水ポケモンかなんかで冷やすんだっけ？そうだね。で、それがどこにいんだ？ここか？違うな。いるか？いらないだろ。カズキがいたとこにいんのか。他に行くとこはないもんな。行けるとこ。だから、カズキがいたとこ入ってないもんね。入ってみるか。他のとこは閉まってるもんな。あ、いた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 。2体いる。2体とも来る。1回攻撃。いやー、多いな、お前。マジか。ほい。グラードにはプラスル効きづらいだろう、地面だから。オッケー。ああ、1体確保しといた方がいいか、そうなると。水アシストが有効だろう。ボン捕まえましたと。これで、これ消しちゃえばいいから。ライボルト足の裏焼けるぞ。焼けるっていうかくっついて取れんくなるぞ。ただれて。じゃな、ボン。あれ、こっちでいいんだっけ？上か？うぅ？ゴーゴー団いる。何してんのこいつ。お似合いのお二人さんよ。マグマのほとりでデートかい？俺はゴーゴー団の復活を夢見て、小さなことからコツコツと悪いことを積み重ねてる。そんなもう一人ゴーゴー団だ。笑ったな、チキショー。マジ？残党狩り？ゴーゴー団のメタング。ああ、突進！プラスルはタダだから。よし、当たった。あぶね。使った分取り戻したし、よしだろ。やっぱり一人ゴーゴー団っておかしいな。そもそも団じゃないもんな。お前らはいいよな。二人で仲良さそうで、なんだかね、羨ましいよ。ライボルトもう一体もらってく？ここ通ったよね、本編で。初めてラゴーと戦ったところにグラードンいんのかな。まあ、行ってみるか。あれ、こんなのあったっけ？なんか増えてね。なんか嫌な予感するけど大丈夫？ここ通ったもんね。ヘールガーがそっちにいなかったっけ？ライボルトだ。あれ、でもヘルガーこの辺にいたよな。いたいたいた。火炎だ。オッケー。あれ、この階段の上って行ったことあったっけ？人影いっぱい。あ、行ったことあるか。やべ、リザードが追っかけてくる。ん？てかこれ、このマップリザードの形してない？開いて。今気づいたんだけど、リザードンだよな、これ。あ、リザードンだわ。リザードンが立ってる姿だ。
あっち向いてるもんね。これ羽だ、ここ。この穴何？え？正解か？あ、正解引いたっぽいな。あのマークってグラドンのマークだっけ？俺ずっと海王がって言ってた気がするな。まさかグラドン？あれ、グラドンの、あの腕のマークがそうなんだっけ？すごい！前室のポケモングラードンをこんな近くで見られるなんて。でもなんか様子がおかしいぞ。すごく苦しそう。なんとかしてあげたいけど、ね、ラキアキャプチャーできそう？やるしかないだろう。野生のグラードンだ。キャプチャーオン。あー、それやるんだ。大爆発。ボンで多分いける。ほい。おらー！あ、いけるわ、これ。いけたー。パンパン。海王貝より美味しいな。遺跡の奥深くに姿を現す、その雄たけびは地震を引き起こす。本編終盤より簡単だな。てか、あの、ブイズより簡単。やっぱりすごいな。かっこよかったよ、ラキア。ん？あの傷はなんだ？首のところに4本の傷。グラードンにこれだけの傷を負わせることができるのは、同じ伝説のポケモン、海王貝しかいない。きっと戦いの相手は、前にラキアが海の中でキャプチャした海王貝に違いないね。戦いを終えたグラードンはその時の傷を癒そうとこの場所にやってきて、のたうち回っているうちに地底火山を活性化させてしまったんだよね。かわいそうなグラードン。でももう大丈夫だよ。元いた場所にお帰り。どっすんどっすん。ラキア、そろそろ戻ろうか。帰りはちょっとバカンス気分で。なんでリリースしたんだよ。せっかく捕まえたのに。落石に閉じ込められていたとは。しかしよかった。顔を見てほっとした。バカンスにご招待だなんて。私はなんてタイミングの悪いことをしちゃったんだろうね。ガムリさんにはお礼を言わなきゃ。だって僕たちどんな旅行ガイドにも載ってないホットでエキサイティングなバカンスを楽しめたんですよ。グラードにも出会えたし。一人ゴーゴー団とかいう、まあ、思い出したら笑、思い出し笑いしちゃった。グラードは私も羨ましいよ。だけどその一人ゴーゴー団というのはよくわからないな。まあ、とにもかくにも、二人のおかげでサマランドは元通りだよ。ホットでエキサイティングだ、ミッションクリアだ。終わっちゃった。早い。一応見ていい？サイトに言うと、グラードンキャプチャーした後に、ウィンタウンに行って、レックザキャプチャーして終わりかな？これ。ああ、ソウルっぽいな。もう全部やっちゃうか。サマランドが元通りだと言ってみたが、ちょっと待てよ。この異常な暑さは一体どうしたことだろう。あ、わかったぞ。この暑さの原因はそこでニコニコしてるお二人さんじゃないかな。真っ赤に燃える灼熱のバカンスで二人の距離が縮まった？いやいやいや。はっはっはっは。ごめんごめん、冗談冗談。ちょっと。おい、青春やめろ。まあ、どうもこの二人、この作品において、そういうの意識し合ってるらしいからな。割と珍しいんじゃないか。ウィンタウンに行ってくださいって書いてたかな。クリアした後に、ウィンタウンに行って、エリダに話してこいって書いてある。まあ、あとは全ポケキャプチャーが残ってるけど、別にそれはいいやんね。マジでこんな引っ張る必要なかったじゃんね。ウィン。ウィンタウン、ん？タウン。あ、いた。こんにちは。こんにちは、ラキア。元気そうね。相変わらずあなたの周りは風吹いてますね。え、外に出て何をしてたのかって？北の方向にそびえるシクラ山脈を見ていたの。フィオレ神殿のことで最近ちょっと気になる噂を聞いたものだから。それになんだか胸騒ぎもするのよ。ただの思い過ごしならいいんだけど。ねえ、ラキア。よければ私のミッションを受けてみない？いいよ。ありがとう、ラキア。詳しいことはレンジャーベースの中で話すわ。さあ、中に入って。
うん、あっちゅう間だな、レックザ。これマジで期間空けなくてよかったやつだな。私が耳にした噂というのは、最近フィオレ神殿に怪しいやつが出入りしているらしいの。何者かわからないけど嫌な予感がするわ。一人では心配だから無口のクレスと一緒に行動してね。知ってると思うけどクレスは口数が少ないけど情熱的な男よ。いや、割と喋るよ。よろしく。あなたたち二人に頼みたいのは、フィオレ神殿にいるという怪しい奴らの行動を探ってくること。これが今回のミッションよ。くれぐれも慎重に。オッケー。ん？これワープする？あ、ワープした。神殿の怪しい奴らとは、スペシャルミッション。開いてる。おかしいな、扉が開いてる。閉まってたのか。ポケモン捕まえた数はどれで見ればいいんだ？ブラウザ？不思議花捕まえてねえな。ウツボットモン。あー、結構捕まえてないの多いな。何匹いんだろう、これ。これ、一気に下にはいけないの？一気に下にはいけないのか、マジか。並び替え？いや、これはダメだな。結構捕まえてないの多いけど。マジでこれ一個一個押さなきゃダメなやつ？できないな、これ。めんどくさ。全部で何匹いるとか把握しづらいな。割と捕まえてる方ではあるけどな。けど、まあ、スカスカだな。後半スカスカになってたりするな。まあ、見かけたやつは基本的にはキャプチャーできてるはずだけどね。クリア後しか出ないやつとか、クリア後じゃないとキャプチャーできないやつもいるだろうし。どんだけいんのこれ。200ぐらいいる？だるいんだけどこれ。マジで下まで行くのがだるすぎる。エンテライコを吸い込んでた。その後にもなんか3体いるぞ。海王がグランド。209ね。結構スカスカだから全部捕まえるのは、まあ動画ではやらないでいいかな。ああ、なんだこいつ。怪しい男。怪しい奴らをお探しですか？怪しい奴らだったら私知ってますよ。それはほら、俺の目の前にいるお前らだよ。なんだこいつ。怪しい男のアーボたち。毒吐きか、ダリ。怖い。体当たりもすんだ。うん。今までと同じならそんな長くないよな、レックザまで。俺のポケモン逃げちゃったじゃないか。なんてことしやがるんだよ、しやつらめ。覚えてろよ。俺たちゴーヤチャンプルーが大好きなんだぞ。あー、ゴーゴー団復興組か。なんだあいつら。復興組というか、残党狩りだけどね、もう。あ、これ、同じことすんのか。だるいな。ここだるいんだよな。階段登れねえから。あ、違う。行き過ぎか。プテラもいる。どこ行けばいいの？一番奥かな？やっぱ。あ、キルリア。キルリアエスパーだもんな。持ってて損はないか。フィールド技はないけど。サーナイトおるな。ボローニャは知ってる。ライチュウもらっとくか。これからレックーズだもんね。でもラプラスじゃねえ。プラスルが活躍すると思うんだよな、飛行だし。あ、飛行入ってんだっけレックーズ。飛行ドラゴンだと思ってんだけど、合ってるかな。サーナイトは帰ってこーい。
捕まえたことはあるのか。あ、偽物作るやつか。あ、失敗した。あ、これ逃げる？逃げたね。どこ行った？頻繁に逃げるんだな。あ、来た。これどうしたらいいんだろうな。分身と一緒にキャプチャー巻き込んだ方がいいのか。あ、行った？あ、大丈夫な判定拾ったっぽい。OK。強力な助っ人。ブイズはもういなくなってる？これ。なんかいなさそうだね。ここは閉じてんだ。俺はここは初めてだ。一回開けたんだけどね。何か書いてある。聖なる台座に正しきポケモンを置かれしとき道は開かれる。何のことだ？それはもうやったんだけど。え？またやんのこれ。何が起きた？おーい。おーい。マジかよ。適当に捕まえてきたの合ってんのかよ。というわけか。あ、スキップしちゃった。ここキルリアかな。んじゃ、ラルトスいるじゃん。いたんだよ、さっき。違う、充電はしない。ラルトスどこだっけ？もっと下の方だったよな。この辺だったか？いた。めんどくさーい。せっかく、いい感じに使える、エスパーポケモンに、として捕まえれると思ったんだけど、アシスト要因で。どこ行った？マジですぐ逃げんな。あぶねー。どこ行った？ラルトス。どこ行った？消えたんだけど。いなくなったぞ。いねえんだかと、どこ行ったんだろう。あぶねえ。どこ行ったあいつ。いた。よし、オッケー、触れた。あぶねえ。まあそりゃそうなんだけど、やっぱサーナイトが一番難しかったな、キャプチャーは。こっちか。よいしょ。あー、連れてきたよ。はい、ラルトス。仕掛けが変わってんだな。おお、自動ドアかと思った。そこの主役っぽい人、あんたらが開けてくれたのか。手間が省けて助かったぜ。何しろうちらの計画が、遅れ気味だから、パシリの俺めちゃくちゃ忙されてるんだよね。とにかく俺たちゴーイングマイウェイっていうか、なんていうか、じゃなサンキュー。我が道を行く。計画って何のことだ。何のことだろうね。まあ一応55弾関係ありそうだけど、一応セーブしとっか。安らぎの音楽。まあ多分連戦あるでしょう。あ、まあそうだろうね。くそ、
ついにレンジャーたちが来ちゃったよ。俺たち5、つまり5、55。お前つかねえ。めんどくせえ。俺たちも55なんだ。文句あるかよ。違う組織なんかーい。あ、同じなんだ。同じ組織じゃん、結局。じゃーん、55団登場。レンジャー見たら邪魔をする。それが55団のポリシー。いやー、このセリフ久々に言うな。というわけだから、お前の邪魔するぜ。55団とは別の組織作りたかったけど、結局名前55団になっちゃったってこと？ん？大爆発。うぜえ、あいつ。あいつうぜえぞ。こいつうぜえぞ、オオスバメ。いや、どっちも巻きづれえな、これ。使うか。使うか。放電。極大放電だからな、もったいないんだけど。ふぅ。やばいぜ、やばいぜ。手持ちポケモンいないし、あんたら強いし、もうとっとと逃げちゃおう。まだいいんだろ、この上にいいんだろ。あ、いない。あ、ここか、ここにいた。どうだ、驚いたか。ここだ、まだ生き残っていたのさ。反省しないやつらが密かに集まって進めていた怪しい計画を邪魔されてたまるか。自分たちで怪しい計画って言っちゃうんだ。さて、どうしよう。めんどくさいな、結構こいつら。結構めんどくさいな。地面って何すんだっけ。あ、隆起させんのか。どう隆起せい。オッケー、結構稼げた。あ、無理か。チキショー、チキショー、チキチキショーって言ってた今。あのすごいポケモンがあと少しで55団のものになるのに。あ、待って待って待って、どうしようどうしよう。一旦セーブ入ろうか。前回というかラゴー戦のようなことがあるからセーブしとくのはありだよね。はい、二度目の安らぎの音楽。ふぅ。プテラとかいるけど、あんま使える気がしないな。結局プラスルが一番いいと思うんだよな。まあライチュウいるから回復には大丈夫だろうけど。レクザー。うわー、ダメだダメだ、全然キャプチャーできない。なんか立ちません。せっかく滅多にお目にかからない伝説のレクザーが目の前にいるっていうのによ。俺のスタイルはしょぼすぎるんだよ。レクザを利用した55団復活計画は大失敗だよ。すごすご帰るんだな。こっちに何も言わずに帰るんだな。なんと、で、伝説が俺の目の前に。レクザ、お前はレクザ。おお、なんということだ。俺は夢を見ているのか。いや、そうではないぞ。これはまさに現実。めっちゃ喋るやん。喋りすぎー。ああ、レックザ、レックザ。お前はどうしてレックザなのだ。この無口な俺の口から感動の言葉が泉のように湧き出てくるではないか。おー、レックザ、レックザ。その怒りを沈めたまえ。悪しき者たちの過ちをどうか許したまえよ。ラキア、奴の無理やりなキャプチャーのせいでレックザはひどく興奮している。君の正しいキャプチャーで心を沈めてあげてくれ。いいけど、どのくらいだろう、キャプチャー量。野生のレックーザ。痛ーい。ポケアシスト岩ってなんだっけ、つぶて飛ばすやつか。あ、そんなに。あ、終わっちゃったー。レックーザ終わったー。え、マジで本編より楽。こういうの本編よりちょっと、本編の難しいとこラインじゃないの。レックザのデータがブラウザに登録。エネルギーを無限に吐き出し暴れるキャプチャー不可能と言われるポケモン。しちゃったな。
うん、やった。オーラキアよ、君は素晴らしい。君のようなレンジャーがいる限り、この世界が悪の手に渡ることはない。おお、どうやらレックさんもそのように感じているようだ。さあ、リリースしてあげよう。いや、連れ回そうよ。レックザよ、レックザ。今、伝説に帰りたまえ。連れ回そうよ。そう動くんだ。ラキア。もう気づいたと思うが、俺は感動すると突然おしゃべりになるんだ。どうかこのことはエリダさんには内緒で頼む。おしゃべりクレスなんだなんて言われそうでなんだか恥ずかしいからな。さあ、そろそろ俺たちも帰るとしようか。終わったんだけど。ラキアにクレス、お帰りなさい。怪しい奴らの正体分かったかしら？怪しい奴らはなんと55団でした。しかもなんと奴らは伝説のポケモンレックーザを強引にキャプチャしようとしていたんです。55団が？完全に解散したわけじゃなかったのね。それでそのレックーザは？ご安心ください。このラキアの素晴らしいキャプチャーで穏やかさを取り戻しました。レックーザが伝説のポケモンなら、ラキアもいずれは伝説のレンジャーと必ずや呼ばれることでしょう。それはもうこの無口のクレスが保証いたします。それにしても、あー、レックーザ、ちょっとやべ、喋り出したぞ。天に昇る惜しい姿、あれが夢にまで見た伝説のポケモン。リーダーにも見せてあげたかった。ありがとうクレス。あのレックーザキャプチャするなんて、ラキアは確かに素晴らしいレンジャーだわ。二人ともご苦労様、ミッションクリアよ。ミッションクリア。ところでクレス、一体どうしちゃったの？なんだかいつもの無口のクレスじゃないみたい。さっきのクレスはどちらかというと、そうね、おしゃべりクレスかしら。あ、いや、二人で顔を見合わせて何を笑ってるの？なんだか怪しいやつらね。終わった。終わったわ。やりたいこと終わっちゃったんだけど。さて、やりたいこと終わっちゃったな。あとはもうポケモンカビゴン以外209種類いるらしいんだけど、それをキャプチャーして、カビゴンキャプチャーしたら、ハエテからメール来てコンプリートの証っていう称号がもらえるらしいんだけど、別にそれはやらなくていいかな。全部キャプチャーして回るのがめんどくさいしね。はい、というわけでポケモンレンジャーこれにて、終わりだね。本当にマジで期間開けるまでもなかったな。いや、めちゃくちゃ難しいと思ってたんだけど、そんなことなかったからな。全員10後半ぐらいまでだったのに20巻きもしなかったもんね。もっとなんか最後のさ、炎帝雷光水君ぐらいの戦いがあると期待してた分、拍子抜けしちゃったけど、まあいっか。はい、というわけでポケモンレンジャーはこれにて完全に、終わりだね。最終パートということで、まあ前にも言ったように、バトナージも光の奇跡もあるのでね、また機会を見つけてやりたいと思ってるので、そちらもよろしく。というわけで今回はここまで。それではまた別の動画で。バイバイ。